ご覧のように63名のうち8名の勝ち上がり力士が決まっております。牛乳パックデカ水も実況中継、平成26年3月本場所進出者決定トーナメントです。さあ、総合順位決定戦へとここからは移ります。総合優勝者は幕の内での本場所参加です。総合準々決勝が始まります。これより総合順位決定戦準々決勝であります。熱海館に琴に風、東方熱海館、静岡県出身アンビックベア、西方琴に風、札幌出身タックベア。これより準々決勝であります。準々決勝です。さあどうなるかということですけれども、琴に風、こうなれば幕内参戦だって狙ってくるでしょう。総合順位決定戦です。相手は熱海館。熱海館もね、先ほど解説の美坊さんが、はい、かなり期待しているという。そうですね、まあやっぱりこの体を生かした浴びせ、まあ重い浴びせっていうところができてきていますので、はい、まあここのまあ最近はね、浴びせ倒しっていうのもちょっとまあ伝ってきてるなっていうところがあるんですけれども、ここでまた重い浴びせっていうのを復活させてほしいなっていうところがありますね。さあ果たしてどうなるか、浴びせていけるか。熱海館、琴に風も突き押しがあります。制限時間いっぱい、両者見合って今日のぶつかりました。距離を取ったのは琴に風、のぶない両者蹴られたという、両者のアタキだがどうか。熱海館に軍配です。物いい、物いいです。勝負審判は元大関三人トリオです。ただいまの競技についてご説明いたします。大丈夫ですか？熱海館って言いましたね今ね。胴体ではないかと物言いがつきましたが、熱海館、ではなく、琴に風の手が先についており、軍配通り熱海館の勝ちであります。熱海館、ただいまの決まり手は上手出し投げ、上手出し投げで熱海館の勝ち。いやー、出し投げの応酬でした。そうですね、まあ際どかったんですけれどもね、まあまあ若干琴に風の方がまあ早く投げられてたなっていうところがありましたね。まるでかつてのね、札幌関と襟裳岬の出し投げの打ち合いを思い出させるような見事な相撲でありました。熱海館が勝っております。琴に風は十両での参戦ということになります。大平川山にチャットリ半蔵、東方大平川山、栃木県出身春日部部屋、西方チャットリ半蔵、静岡県出身アンビック部屋。さあ準々決勝です。大平川山前に出られるか、チャットリ半蔵も、さあここはこれはもう痺れ薬の一月があるかどうかですね。エクスチェンジさん側についております。皆さんからね、見えるかもしれません、エクスチェンジさんという吹き出し。さあどうか、制限時間いっぱい、両者見合って今日は殴らない、ぶつかりました、殴らない、殴らない、浴びせるか、殴らない、殴らない、内掛けを打っていくのはチャットリ半蔵、殴らない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 、大平川山、苦しい、大平川山に軍配です。ただいまの決まり手はうっちゃり、打っちゃって大平川山の勝ち。土俵際の攻防でした。いや途中まではね、こうチャットリ半蔵が足を中に入れてこう大平川山を押して、出していこうというところだったんですけども、大平川山の左足を途中から入れまして、なんとか、中に入ろうというところがありましたので、両者の押し合い、これは見物でしたね。勝ったのは大平川山です。チャットリ半蔵を敗れまして十両での参戦ということになります。
赤鬼丸に党の力。東方赤鬼丸、登別市出身登別部屋。西方党の力、東別町出身大久海部屋。さあ赤鬼丸、もう引退回避から一気にここまで駆け上がりました。あのニュースキャスターには引退濃厚とまで言われた男です。すごいですね。さあ対する党の力、押し相撲です。押し合いになるのかもしれません。制限時間いっぱい、両者見合っていけ、長ない、ぶつかった、長ない、中に入っていく、横を取った赤鬼丸、土俵際党の力残った、どうか押し込む、押し込む、赤鬼丸の勝ち。押し合いでした。土俵際、ただいまの決まり手は押し出し、押し出して赤鬼丸の勝ち。すげえな。人間屈辱を味わうとここまで頑張れます。そうですね、引退の濃厚と言われた男がここまで上がってきたっていう、素晴らしいですね。そうですね、総合準決勝に進みます。党の力敗れました。十両での本場所参戦となります。小山二等兵に金太郎侍。東方小山二等兵、静岡県出身アンビック部屋。西方金太郎侍、静岡県出身アンビック部屋。準々決勝最後の一番であります。そう、アンビック部屋同士ですね。そうですね。さあやっぱこっちの小山二等兵か、あるいは前を向いていく金太郎侍かというところになりそうです。準々決勝最後の一番、制限時間いっぱい、両者見合っていけ、ぶつかりました。さあ回った小山二等兵、ここでどうする、金太郎侍が下がった、下がった、後ろもたれ、小山二等兵の勝ち。ただいまの決まり手は後ろもたれ、後ろもたれで小山二等兵の勝ち。小山二等兵が準決勝です。すげえ、やっぱこっち強え。これはすごいですね、本物ですね。来ましたね。金太郎侍は敗れて十両での参戦、侍が十両に進むということになりました。さあ総合順位決定戦は準決勝です。これより準決勝の取り組みであります。熱海館に大平川山。東方熱海館、静岡県出身アンビック部屋。西方大平川山、栃木県出身春日部部屋。準決勝の取り組みであります。総合準決勝です。さあ総合優勝すれば本場所幕の内でのフル参戦です。熱海館浴びせていくか、あるいは大平川山がいぞりがあるかどうかというところ。制限時間いっぱい、両者見合っていけ、ぶつかった、いぞり、大平川山の勝ち。ただいまの決まり手はいぞり、いぞりで大平川山の勝ち。大平川山が総合の決勝に進みます。いやー、ここはしょうがないです。熱海館腕も長いんでね、足に引っ掛けてっていうこともできないっていう状況になりましたから、まあ、逆に大平川山としてはね、相性がいい相手でしたね。熱海館は十両での参戦となります。赤鬼丸に小山二等兵。東方赤鬼丸、登別出身登別部屋。西方小山二等兵、静岡県出身アンビック部屋。準決勝最後の一番であります。赤鬼丸、ここまで来ました。これどっちもあれですか、引退回避組ですか。その通りです。これはいいっすね、夢がありますね。逆境を跳ね返して悲願をつかみ取ることができるか。左赤鬼丸、右小山二等兵は後ろを向いてからの攻撃があるんでしょうか、あるいは突進も持っていることがこのトーナメントでは分かっています。準決勝、制限時間いっぱい、
両者見合って、キャイン、殴れ、ぶつかった、組み合った、回し掴んだ、アコアニマル、殴れ、殴れ、ガブリやっていくのか、殴れ、アコアニマルが出る、夜、夜、殴れ、殴れ、殴れ、夜、殴れ、殴れ、アコアニマル、寄り切り、アコアニマルの勝ち、ただいまの決まり手は、寄り切り、寄り切って、アコアニマルの勝ち、立ち合いから、両回しを掴んだ、アコアニマルです。やべえ、アコアニマル好きだ。あんだけもう引退が濃厚と言われてここまで来た。もう大好きだ。お山にとへね、やっぱこっちも捨てがたいけど、赤鬼丸のこの生き方に僕はね、リスペクトを覚えましたね。そうですね。リスペクトですよ、もう。お山にとへは立ち合い後ろを向くことすらさせてくれませんでした。すげえな。お山にとへは十両での参戦となります。さあ、いよいよ。牛乳パックデカミズモは平成26年3月4月場所の参加権をかけてのこのトーナメント、本場所進出者決定トーナメントは総合優勝決定戦です。牛乳パックデカミズモ平成26年3月本場所進出者決定トーナメント総合優勝決定戦であります。大平川山に赤鬼丸、東方大平川山、栃木県出身春日部部屋、西方赤鬼丸、登別出身登別部屋、総合優勝決定戦であります。総合優勝決定戦に勝ち上がったのは悲願の初本場所7回目の参戦で掴んだ大平川山、栃木県出身春日部部屋、相手は初戦で負けると引退というところを跳ね返してここまで上がってきました2回目の参戦、赤鬼丸、登別出身登別部屋です。解説三坊さん、はい、どちらかの力士がここに名を連ねるということになりました。いやー、正直ね、大平川山の実力も捨てがたいんですが、まあ、やっぱり赤鬼丸のこの根性ですよね、はい、まあ、力強さと根性、まあ、テクニックはちょっとまだ荒削りなところはありますが、まあ、根性でここまでやってきたっていうところはちょっとやっぱり買いたいですね。エクセンさん、ありがとうございます。決勝戦です。さあ、決勝戦、ドラマを生んだ今大会です。大平川山も悲願の本場所の座です。押し合いになるでしょう。決勝戦、左大平川山、右赤鬼丸、制限時間いっぱいです。両者見合って、キャインのぶつかった、立ち合い五分だ、赤鬼丸が間に入る、切り返し、赤鬼丸優勝。ただいまの決まり手は内掛けで赤鬼丸の勝ち、赤鬼丸優勝です。いやー、赤鬼丸のね、僕ね、これやる前にテクニックは荒削りだって言いましたけども、すいません彼ね、こうやって言ったらそれをこう実行してくる力があるんですね。逆境に逆らうみたいな。いや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 今の今までこんなトリックなんて見せてないっすもん。そうですねどうした内掛けでした。いや大平川山の切り返しをさらに上回りました。いや、赤鬼丸やりますわ。登別出身登別部屋の赤鬼丸が優勝を果たしております。今大会です。大したもんだ。いや、見事でありました。ここに名を連ねることになりました赤鬼丸です。かつてはもう大関ですとかね、うん、横綱切りダンサーのね、名前もあったんですけど、いやでも本当に一番一番赤鬼丸成長してったっていうのが今日印象的でしたね。そうですね、これで赤鬼丸が本場所は幕の内での参戦が決定となります。敗れました大平川山は十両での参戦ということになりました。牛乳パックで紙相撲実況中継、平成26年3月本場所進出者決定トーナメントをお送りしてまいりましたが、解説の海坊主さん、はい、まあ
引退の力士も多かったんですけど今大会、はい、ただその中でその引退という一つのルールがまたドラマをそうです、ね巻き起こしましたね。そしてあの、ま、一つの茶番がまたそうですねあのニュースキャスターの一言が全ての流れを変えました ね、 これそうですね今大会はね。また茶番ばっかり始めてっていう感じになりましたけれどもね、そうですね。番付なんですけれどもエクセンさんありがとうございます、ちょっと今用意ができておりません、ですので、新しい番付は発表時にお知らせいたします。今週末あるいは、週明けですね、来週の週明けということになりそうです、はい、引退力士今大会が17名でしたか、はい、でしたっけ確かそんな感じだったような気がしますわ10、11、12、13、14、15、16、17名でございました、はい最後にはね、引退のミックスという言葉がシャツのミックス、シャツのミックス飛び出したほどでありました。ドラマがありました。牛乳パックで紙相撲実況中継。平成26年3月、4月場所は3月の11日からスタートとなります。どうぞご期待ください。今場所は大関清水館が連覇、そして綱取りに挑みます、これが焦点で始まるということになりそうです。この時間実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしました。牛乳パックで紙相撲春の本場所平成26年3月4月場所でお会いすることにしましょう。この辺りで失礼いたします。